アンダー20世界黒ンの選考会が12月4日京都で 5000m のトラックレースとして行われますけれどもエントリーリストが発表されましたので今回は女子の部注目の6人の選手を紹介してまいります1人目は名城大学1年生の米澤奈々香選手10月末に行われました全日本大学女子駅伝1区で区間賞並びに区間歴代2位の好タイムをマークされました 5000メートルの自己ベストは15分31秒33。高校3年生の時に出した記録なんですけれども、持ちタイムトップで選考会に臨みます。まあ中学時代から日本一、全中で日本一に輝いて、高校でも日本一ということで、まあやはりこの世代ではね、一つ、二つ突き抜けた存在なのかなというふうに思います。今年の10月に行われました電化チャレンジも5000メートル15分31秒63ということで、 ベスト、セカンドベストもこの世代では突き抜けてる。そんな存在ですよね。まあ、非常に力のある選手。そして、えー、全日本大学女子駅伝で、ね、見せた6キロ以上の距離でもね、区間賞の走り。 えと高校時代はね1500、3000m を主戦場としてました、まあ、高校駅伝でもね非常にいい走りしてたんですけれども長い距離もしっかり走れるということで、まあ、どのカテゴリーでもしっかり戦えるどの種目、どの距離でもしっかり戦える選手なのかなという,ふうに感じさせられました、まあ、ただ、今回はねおそらく引っ張ると思うんですよ、まあ、今回選考会ということで、まあ、勝負ではあるんですけれどもやはり世代トップ、えー、このメンバーの中では絶対に負けられないプライドもあると思いますから ずーっと引っ張り続けられるかどうかっていうのが一つ鍵になるのかなというふうに思います。まあさすがにね、先行逃げ切りというわけにはトラックレースですから、 おそらくね、まあ、誰かずっとついてくる可能性がありますからね、そういったプレッシャーに耐えられるかどうかっていうのは一つ大切なのかなというふうに思います。まあ、もちろんペースメーカーがいたり、他の選手が前を引っ張ることになれば、米沢選手チャンス、あのー、非常にね、かなり有利に働くと思うんですけれども、今回はね、選考会ということで、そういったペースメーカーもおそらくつきませんから、そういった中で、米沢選手がどうやって引っ張り続けられるか、勝ち続けられるかっていうところを注目したいなというふうに思います。 世代ナンバーワンの米澤選手、注目です。二人目の注目ランナーは、立命館大学1年生の村松優選手を紹介させていただきます。全日本大学女子駅伝、1区で区間2位の走りを見せました。チームの準優勝に大きく貢献された選手。5000メートルの自己ベストも15分49秒ということで、15分50秒切りということで、非常に強い選手。まあ、米澤選手は抜けてますけれども、2番手の位置といえば、村松選手がちょっとね、えー、抜けてるのかなというふうに思います。 今年行われましたアンダー20の日本選手権 3000m でも3位入賞表彰台にも上がりました、まあ、大学1年生世代というと中学時代から米澤選手がねもう本当に日本一の強さを誇っていたんですけれども村松選手も全国区の選手ということで非常に経験もある選手そしてなんといっても村松選手の、ね、特徴といたしましては腰高なフォームストライドも、ね、非常に広い選手可動域が、ね、すごい綺麗というか広いんですよね あの股関節の、ね、使い方が非常にうまいということで、まあ、ポテンシャルのある選手スピードのある選手なのかなという,ふうに思います、まあ、今回はトラックの 5000m なんですけれども本戦はクロスカントリーなんですよということで黒間、まあ、にはかなり強そうなフォームをしてますよね まあ、ぜひ、選考会勝ち抜いてほしいなと。まあ、選考会勝ち抜くというかね、あの、黒缶の舞台で見たい選手の一人なのかなというふうに思います。まあ、その、体の使い方としては、米沢選手よりも黒缶向きではあるのかなというふうに思いますので、まあ、世界の舞台で村松選手どんな走りをしてくれるか、まずこの選考会しっかり勝ち抜いていただきたいなというふうに思います。3人目の注目ランナーは、浜松市立高校2年生、沢田優也選手を紹介させていただきます。 3000メートルの自己ベストは9分12秒ということで、3000メートルのランキングだけ見ても、今回のね、選考対象は6着までに入らなければならない,ならないんですけれども、沢田選手、ちょっとね、ボーダーライン上にいるのかなというふうに思います。 ただ、勝負強さはピカイチの選手ですから、非常に楽しみな選手ですよね。選、ま、考、あ、会はトラックレース、今回、えー、5000メートルなんですけれども、澤田選手の特徴は、本当に走りの軽さ、そしてストライドの広さ、可動域の広さなんですよね。そういった意味で、黒ン温泉をシンプルに見たいなと、期待できるなというふうに思います。クロスカントリーというと、アップダウンが激しいコースなんですけれども、やっぱりね、走りが軽い選手って非常に有利なんですよ。筋肉があって、まあ、あのね、しっかりパワーがある選手が、 アップダウンね、えー、乗り越えていくっていうイメージも強いんですけれども、やっぱりベースとなるのはやっぱり走りの軽さなんですよね。この激しいアップダウンで消耗されていく足、疲労物質、そういった部分で澤田選手っていう部分の走りっていうのはかなり期待が寄せられるんじゃないかなというふうに思いますので、私自身ね、黒缶でシンプルに見たいなというふうに感じております。今年の夏行われましたアンダー20世界選手権は1500メートルで6位入賞も果たしました。まあ、本番に強い選手ですから、 世界の舞台も経験してるということでね、ぜひ、黒缶、世界黒ンね、えー、走っていただきたいなと思います。まあ、この5000メートルでね、どんな走り、いきなり15分で突入する可能性もありますからね、ぜ、え、ひ、ー、5000メートルと合わせて注目したいなと思います。4人目の注目ランナーは、拓殖大学1年生の荒井咲希選手を紹介させていただきます。11月の日体大記録会で5000メートル16分14秒91の自己ベストをマークした荒井選手、大学入って大きく伸びた選手ですよね。 まあ今回、ね、6着に入らなければ世界クロカンの代表という部分はまずないということで、まあ、6着の中から選ばれるということなんですけれども6着争いの戦いは非常に厳しい戦いと予想させていただきますが新井選手、長い距離スタミナはとにかく得意としております、まあ、選考会通れば世界クロカンタフなコースが待ってま,待ってますからね、まあ、持ち味を発揮するには もう、うってつけのね、えー、コースなのかなというふうに思いますから、新井選手ぜひ頑張っていただきたいなと思います。まあ、5000メートルも16分14秒までね伸び、伸びました。もう本当に大きく伸びた選手なんですけど、それ以上にロード、駅伝クロスカントリーに非常に強い選手ですからね、スタミナが本当にある選手ですから、タフなクロスカントリー、ぜひ走ってる姿見たいなというふうに思いますので、 選考会、頑張っていただきたい、そんな風に思います。5人目の注目ランナーは、大阪訓営女学院高校3年生、水本香な選手を紹介させていただきます。3000メートル9分05秒03は、今大会高校生最速の持ちタイムを持っている。そして、その上で勝負強さもある水本選手。インターハイは1500メートル、3000メートルで日本人トップ。走り抜きました。高校3年生ということで、最後のインターハイね、大活躍をしましたよね。高校3年生世代、 本当にトップランナーの一人に成長されました。まあ、中学時代はね、仙台育英高校の杉森コ,コネ選手が日本一だったんですけれども、水本選手も高校3年間かけてね、えー、この世代、全国トップランナーに成長されました。まあ、大学生に勝つ可能性も非常に高い選手ですし、まあ、6着取りということを考えると、まあ、6着には入ってきても全然おかしくないなというふうに思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、6着は 入っていただく。その上で大学生と勝負していただいて、一つでもね、上の順位を目指していただきたい、そんな風に思います。水本選手の5000メートル、注目です。そして最後、6人目の紹介選手は、長野東高校3年生、村岡美久選手を紹介させていただきます。9分18秒29の持ちタイムを持っている村岡選手。まあ、先行レースね、通過すれば、 通過することが大前提となるんですけれども、ロードやクロスカントリー、駅伝に非常に強い選手なので、まあ、通過したらね、本当に楽しみだなというふうに思います。ただね、この持ちタイムの9分18秒29という部分で見ると、今回ね、上位6名までに入らなければ選考対象にならないんですけれども、上位6名に入るのはね、ややちょっと難しいレベルなのかなというふうに感じさせられました。ただそれでも、本当にね、ロード、クロカーン、駅伝に強くてスタミナもある選手ですから、 今回3000メートルではなくて5000メートルですからね、まあ、スタミナを活かしていただいて、まあ、後半ね、苦しくなってきた場面で粘る、そして落ちてきた選手を拾うことができれば、6着取りもあるんじゃないかなと思います。そんな村岡選手の走りに注目です。ということで今回の動画は、12月4日京都で5000メートルのトラックレースが行われますが、来年行われます、アンダー20世界クローカンの選考会。 女子の注目選手6名の選手を紹介させていただきました。まあその他にもね、本当にずらりと豪華なメンバーが揃いましたので、ぜひ皆さん、12月4日注目してください。以上